アメリカが嫌いだと都合の悪いことあんのか。都合が悪いんだがな。なんだよ、ね、うん、初めから話すと長くなるんだけどね。くたびれてんだからさ、長い話はやだよ。でも人がせっかく帰ってきてさ、あは懐かしいなっていう気持ちになってんのに、アメリカの話なんかすぐするだろ。いや気持ちになっちゃうんだよ。俺本当にアメリカ大嫌いだからね。え、もう二度とアメリカの話なんかするなよ。だが、Excuse me, 私マイコです。もしマイコさんが嫌な人だったらとっくに出てってもらってるわよ。だけどね、あの人遠いアメリカからはるばる日本に来たんだけど、商売もうまくいかなくて。世の中そんな甘かないよお前。でもね、旅館に泊まるお金もなくて。とっても寂しい思いしてたのよ。そういう気持ちってお兄ちゃんならよくわかるでしょ。聞いてんのお兄ちゃん。いらっしゃい。あら、こんばんは。先日はどうも。いらっしゃい。お団子ですか。あ、私の兄なんです。あら、お兄様。まあは外国人と匹敵するくらいどんどんと伸びております。しかしそれに反比例して日本人の体力はどん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 落ちている。これはなぜかというと、日本人はつまりこの下駄を履かなくなったためであります。奮闘努力の甲斐もなく、今日も涙の涙の日が落ちる日が